大田橋駅は、東京都世田谷区大原二丁目にある、京王電鉄京王線の駅である。世田谷区西北端の駅である。京王東管区所属。駅番号は、これ英語。相対式ホーム2面2線を持つ、地上駅であるが、傾斜地に立地するため笹塚いよりは高価になっている。駅舎は、京王八王子寄りの地下にある。両隣の駅からは、 いずれも800メートルしか離れていない。現在は相対式ホームだが、高架化後は島式ホーム一面2線となる予定である。ホームと改札口、改札口と地上の間にはエレベーターが設置されている。トイレは地下改札内にあり、2007年4月にユニバーサルデザインの一環として、誰でもトイレも設置された。当駅に停車する新宿線直通列車は、 平日朝5本、夕方以降10本と休日朝2本、深夜1本のみである。この他の時間帯には、笹塚駅で、京王新線への乗り換えが必要となる。なお、新線旗ヶ谷駅、発台駅、新宿駅に停車する列車として、このほか、初電の早朝に往復、終電間際の深夜に往復の新線、新宿駅発着が存在する。 2020年度の1日平均乗降人員は14,865人である。近年の1日平均乗降人員及び乗車人員の推移は下表の通りである。駅の新宿寄りのホーム下には玉川上水が流れている。当駅は世田谷区に所在するが、駅の近くには杉並区、渋谷区との区境がある。 杉並泉明天街のにぎわい駅近くの国道20号及び間7通り上に大田橋停留所があり、公園寺立橋方面の停留所は杉並区に位置する。玉川浄水が暗渠化される以前は、駅の北西100メートルほどのところで、甲州街道が浄水を越えており、そこに大田橋がかかっていた。橋の名は、付近の地名、大田より。さらにその由来は、 大ララボッチにつながるとも言うが、詳細は、大田を参照のこと。ありがとうございます。